皆さんこんにちは。今回は、以前に取り上げたネタの中で続報をいただき、進展があったものを2つ紹介します。中でもまさか解決するのは無理だろうなと思っていたものが解決しました。1つ目、アメリカさん。これは情報募集動画38にて取り上げた話ですね。子供の頃、親の言うことを聞かないと、時折見せられたアメリカさん、と呼んでいた袋の絵がトラウマになっているという話で、そのアメリカさんは4面か、封筒型の袋の両面に2人ずつ顔が描いてあった感じで、顔にペイントをした外国人の写真が4人ほどプリントされており、イメージとしてはプロレスのロード、ウォリアーズのような、目をひんむいた黒人と白人がいたような記憶があり、親が一旦保管していたことを考えると、大人目線でもやや異常な見た目の袋だったのではないかと思われ、リクエスト主さんが母親に尋ねたところ、バルコかベネトンのショッパーではないかという話があったそうです。ちなみにショッパーというのは商品を入れる袋でよく店側から無料でもらえることが多いです。形状としては紙袋が近いですが、何度も使い回せるようなものになっています。そのような袋に、不気味な顔が描かれていたということなのですが、90年代頃に見せられていたそうで、結構前の話でした。幼少期の頃にトラウマになったというこの袋には一体どんな顔が描かれていたのか、情報を募集したのですが、オリビエ・ロトスカーニというベネトンの広告デザイナーの作品が非常に似ているという手がかりがあったものの、当時は未解決のままでした。で、今年の6月頃くらいに、ブログの問い合わせフォームの方から、アメリカさんのような袋を見つけた、という情報をいただきまして、その写真がこちらになります。提供してくださった方曰く、引っ越しの片付けの際に見つけたものだそうで、縦60センチ、横50センチのビニール袋とのことです。捨てるか悩んだほどに状態が悪かったそうですが、ありがたいことに写真を送っていただきました。いつ頃のものなのか、はっきりとした時期はわからないものの1990年代のものだそうで、雑黒域に情報を追記したところ、アメリカさんのリクエスト主さんから多分これだという返答をいただきました。この袋には表面と裏面がありまして、裏面にもペイントされた顔が載っており、目撃証言と一致しますね。袋には、ユナイテッドカラーズオブベネトン、と記載されておりますが、イタリアのファッション企業であるベネトンが、人種と調和と統合、の意味を込めてこのブランドを作ったそうで、広告デザインには様々な人種がベネトンの服を着て写っていることが多いそうです。このブランド、画像検索してみると非常に多くの種類があるようで、様々な人種の方が写った広告の画像が多くヒットします。90年代に、ショッパーとして配布されたものらしいので、ネットに同じ画像が落ちているか怪しいレベルですが、偶然、視聴者さんの引っ越しの際に見つかったおかげで、実物を見ることができました。ご協力ありがとうございました。人種と調和と統合、というテーマなので、平和的な意味合いが込められているのだと思いますが、確かにこれ、子供が見ると恐怖を感じてしまう不気味さがあるかもしれませんね。二つ目、顎がない男。これは2週間ほど前に取り上げたので覚えている方もいらっしゃるでしょう。ネットに顎がない男の画像が出回っており、エベン・バイヤーズの写真だと言われていました。この人物は、ラジウムが様々な製品に使われていた時代、ラジトールというラジウムを含んだ薬の被害者です。彼は高頻度でラジトールを服用しており、被爆しました。末期には顎の大部分を切除しており、その時の写真だとよくネットで紹介されているのです。しかし、この画像についてはバイヤーズ氏ではない可能性が高く、当時の報道記事にあるバイヤーズ氏の状態と一致しないという点と、顔の傷の症例として、おそらく医学書から引用されたと思われる痕跡が残っていたことから、バイヤーズ氏ではないと前回の動画では結論付けたかと思います。しかし、残る謎が一つだけありまして、
この画像は元はどの書籍に掲載されていたものなのかという点が不明でした。顔の傷の症例として掲載されているページの画像が出回っているものの、これがどのような資料だったのか、これに関しては見つけることができず、そもそもこの画像をネットに広めた人物はどこで入手したのか謎でした。今回、書籍の特定はできなかったものの手がかりとなる情報をいただいたので紹介していきたいと思います。この画像、2010年頃にはすでにネットに出回っていたことがわかりますが、1998年の書籍の表紙に使用されているという情報をいただきました。その書籍というのがこちらで、1998年に出版されたものだと思われます。この本に関する情報も教えていただきまして、あのバック、ブ、ザ、フーチャーのマーティ、マクフライの父役であった。クリスピン、グローバーが1998年に出版したコラージュ本、だそうです。具体的にどのような本なのかというと、パブリックドメインとなった画像を使って、グローバー氏の独特な言葉を用いてストーリーを仕立て上げるブラックジョークが書かれているとのことです。本人による朗読劇の動画もアップされており、動画内では挿絵が紹介されていますが、四肢欠損している方のモノクロ写真などが掲載されていたようで、例の画像の他にもおそらく医学書等から画像が使われています。このことから、1998年時点でパブリックドメインとなった何らかの資料から、グローバー氏が書籍に掲載していたものと考えられます。なので、この画像が認知されたのは1998年のこの書籍が発端となっていると思われ、前回の動画で紹介した図を示す記号も載っているので、間違いなく医学書から持ってきたものであるとは思いますが、大元の資料についてはまだ不明です。また、ネットには株に顔の傷と書かれたバージョンもあるので、やはり資料にアクセスできた人はいると思います。おそらくですが、この書籍に載ったものが広まり、その後に資料を見つけ出した人がこちらの画像を広めたのかもしれません。もしかすると書籍に引用元の資料が明記されている可能性もありますが、プレミアがついているらしいので、入手するのは困難かもしれません。とりあえず、いただいた情報は以上です。かなり古いと思われるこの画像がなぜ出回ったのか謎だったのですが、発端となるものは明確になったのではないかなと思います。いかがでしたでしょうか。続報があったものを紹介しました。アメリカさんの件ですが、まさか実物が見つかるとは思わなかったので驚きです。